おはようございます。すずチャンネルです。今日は10月31日日曜日ですね。今日は金沢区の川に来てます。まあ、場所はちょっとまああんまり細かく言うとまずそうなんですが、まあ、なんとなくこの風景とか見て探してみてください。今日は引き釣りと一応ルアーも落として、これがあのなんだっけ、あ、そうベビーアビの S70 っていう新しいルアーで、ちょっとこれ動画で見て欲しくなっちゃって、まあバス用なんですけど、これで黒で釣ってる方もいたんで、これも投げようかなと思います。釣れるかな、釣れ、よいしょ。あ、ヘチ釣りもやりますよ。問題は絶対根がからしたくないな。涼しい。あ、なんかいっぱい群れてるな。シーバスカール。プロ大会分で自分もやりたいと思います。食わないよな、ね、いいじゃないですか、ね、テーブルでもです。速攻逃げた。ハズだ、ハズだね。はい、なんか父跡にあったのは多分これ秩父ですかね、生秩父、秩父、まあダボちゃんですね。君を求めてはいないのだよ。はい、バイバイね。その場によく来たの、しかし。はい、お帰りください。はい。くそ。浅草、ん、マジか、あれおめえかなんだよ君かい
あのね、君ね、これ最後の署名なんだよ、ゴビー君。まあいいけどね、ありがとうしてくれて、いいサイズやん。くそ。ゴビーいたんだな。くっそー。あのスネッチだからでも死んじゃないのか。今ゴビー釣れたよ、まあまあのサイズ。クロダイいたんだけどな、クロダイじゃなかったのか。弱っ、しかし力ない。いやー、バスないぞ、バスないぞ、絶対バスないぞ。よっさ、いや重い、いや重い、ちょっとここじゃ計測がしづらいな。反対側のとこ行こうかな。よし、行こう。ちょっとあれ、ちょっとごめんね。よいしょ、ちょっとなんか斜めってうわ、これ結構大きいんじゃないの。よいしょ、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、待ってください、待ってください、ごめんなさい。50はないかな。で48だと8ないな。47ですね。ちょっとどうかな。いや47だな。やりました。いやー、よかった、釣れて。
あ、違う。ルアロットとめっちゃ絡んでる。よいしょ。ちょっと色が濃いな。よし、オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。50あると思ったんだが、案外なかった。よいしょ。あれ、どこにあるんだ。こっちか。あ、いいとこがあってるわ。よいしょ。あれ、あった。よいしょ。あ、また。よいしょと。どうや。あ、またまた大丈夫。ちょっと疲れたかな。ありがとう。なるほどな。ちょっとわかった。ちょっとわかった気がしますね。なんかこうスイッチを入れる、やっぱり何かがあるんだな。よいしょ。しかし、それを知るにはまだちょっと情報が足りない気がしますね。でも中で終わった。久しぶりありがとうございます。